おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、梅雨が明けたのに外が雨降ってるめっちゃ曇ってんだけどなんで休みの日にかけて雨降ってさ、ちょっとはい、というわけでね、今回もね、すでにね、お外から親の声がよし、行きましょう。武器今回グレートアックス力200だ。いきなり力が200台突入しましたね。一体どうなってるんですかね。行きましょう。今回戦士でお相手いたしますね。えグレートアックスね、音は死神とね、キラーマシン3。両者ともね、戦士相性が発動しております。死神ちゃん、かわいい、頑張って。マジで久しぶりな気がするよ。死神とかめっちゃなんか懐かしい気分になるわ。さあね、じゃあひなちゃんとね、やっていきたいと思いますよ。よろしくお願いします。でもね、HP の差が結構あるんですよ。寝ちゃうんだ、さあな。戦士って、その HP が本当に高いんですよね。そういう意味ではね、かなりね、優位に立ちやすい。2P プレイとかの時にすごい役立つんですよ、戦士って。さあ、立ち下がっていくかい？立ち下がるかい？なるほど。さあ、何から入ってくる？盾無双。まあまあまあ、盾無双はね、みんな、死神が身の回り22というね、壊滅の守備ですけど、さあ、どうだ？うわぁ、死神。死神が綺麗に跳ねられたのな、今。おい、やばいぞ。死神跳ねられていく。ちょっと死神いじめないで、うちの。さあ、行きます。この戦士のね、必殺技。必殺、アックスドライバー！はい！強いよ、マジか、お前。強い、強い、強い、強い。さあ、死神をね、奇妙に狙ってね。はい！はい！弱っ。弱ない？ちょ、待って、弱ない？いけ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 、キラーマシン3ね。すべての武器で、デッドリーコンボ！いけい！おい、はい、はい、はい。はい！いいねいいねこの圧倒的なね、もう、キラーマシン3も力の高さは本物ですからね、言うて。もうドリストライク、立ち下がりやめた。立ち下がりやめていく。まあ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 、戦士は身の回り高いから大丈夫大丈夫。物理は大丈夫ですよ。まあ、すでにね、大差がもう圧倒的大差ついてますけどもね、はい。まあまあ、おっと、死神避ける。さすが、解説おっさんですよ。さあ、今度はね、ドルマでね、はい。戦士でもね、仲間を、うまく合わせれば呪文が使えます。強い。いいね。さあ、次のね、技ね。このパワフルスロー。はい。ハンマー投げですよ。はい。まん、ドリャー、ウォルヤー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 、強すぎか、お前。さあ、今度はリュータとね、やっていきたいと思います。まあ、キーストロークのキメラなんですけどね。回避されなければってとこなんですよね。まあ、221の HP、戦士の HP が高いのか、武闘家の仲間モンスターが弱いのか、どっちなんですかね、本当に。さあ、行きましょう。誰から早い？あ、やっぱ武闘家早いな。うん、魔獣の時、麻痺の通用後、どうだ？麻痺すんなよ。お、避けてるね、誰か。キラーマシン3、まさかの。さあ、083でね、すべての武器で。いけ、デッドリーコンボじゃ。いいねー。はい。はい、いいねー。さあ、死神はね、確実に当たるドルマの方を攻撃しましょう。まあ、戦士と組んだといえどね、ドルマの火力の方は一級品、オッケー。いいね、いいね。さあ、炎の鳥。キメラが結構。おい、避けろー！ラッキー、ラッキー！いいね。死神回避率さすが 10% なんだよな。俺は 10% なんだよな。あー、まひだ、よし。さあ、ニコラちゃん、このね、今回斧を持ったニコラちゃんがアックスないまだ生きおら、うわら、うわ、マジかよ。ここはまあダメージちょっと取って、うん、ダメージ取っていって、ギガスラでもう、あわよくばこの超火力で2ターン撃破も夢ではない。魔獣の叫び。なんだ、魔獣の叫びで勝てんのか？火力出さないと、獣人剣で、ほら。はい。さあ、キラーマシン3がね、今度はね、もう今度も083。今度も083。
いけ、デッドリーコンボじゃ。オッケー、いけいけいけ。はい、いいダメージだ、いいダメージだね。ドルマ、はいはいはい、いくぜ。はい、おー、いいね、意外と通るね。さあ残り200なんでね、次のね、あの斧の攻撃でとどめといたしましょう。はい、綺麗に終わりますよ、綺麗にね。ああ、バギー弱えな、にしても。ここで必殺、あーくそ、ドルマうわら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 そうかい。はい、というわけでね、今回はもう斧を振り回してね、戦いました。バトルマスターだと、さらにここにウェポンダブルスキャンもできるんで、さらに火力を増強させたりすることもできるんですけどね。いやー、いや、やっぱ斧系女子は好きっすね。はい、では次の動画でまたお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。